それが誰が潰す？潰す？うん。だからさあ、これは和田のあれを引き継いでもらいたいな。これ正解しちゃっていいんですか？いいんだよ、正解してほしいよ。むしろ。じゃあ。だからイスラエル博物館これを押すのは当然なんだよ。ユダヤ人のシオニズム作家として戦前のドイツで頑張った画家の作品なんだよ。で結局売れるのはこの夜景と街角と、カフェのシリーズだけだったんだよ。だもんでそのことで逆に評判落としちゃったの晩年。でウリーはそのシオニズムにすごく入れ込んだんですよ。でマルティン・ブーバーっていうシオニズム運動家がいるんだけど、その人にすごく影響を受けてて、で1901年にスイスのバーゼルで第5回シオニスト会議っていうのがあるんだよね。でそこにあのウリーの作品を、こういう作品が展示されてるんですよ。だからこの人、印象主義の画家とかベルリン分離派の画家とかっていう側面以外にシオニズム画家としての側面があるんですよ。で本人がプッシュしたいのはむしろこっちだったんですよ。だけどこれがなかなか売れなかったんで、どうしてもこの夜景とかね、街角とかそういうのをたくさん描くことになったんですけども、もともとはこういうシオニズム画家の側面があった。でこのウリーの、作品っていうのはドイツにベルリンにユダヤ美術館っていうのができたんで、だからそのシオニズム運動と関連してユダヤ人のための美術館を作って、そこがいっぱい持ってたんだよ。でそれが誰が潰す？潰す？うん。だからさあ、これは和田のあれを引き継いでもらいたいな。先輩だってところをちょっと誰が潰します？これ正解しちゃっていいんですか？いいんだよ、正解してほしいよ。むしろじゃあ参ります。はい、ヒトラー。はい、そうです。そうです。だからあの1933年にナチスが政権取るわけですよ。それでユダヤ博物館潰されちゃうんですよ。でこの辺の作品はそこにあったの。それで潰された後行方が分かんなかったのよ。それが戦後再発見されてイスラエル博物館にあるんですよ。だからイスラエル博物館がこれを押すのは当然なんだよ。ユダヤ人のシオニズム作家として戦前のドイツで頑張った画家の作品なんだよ。だから安井さんが落としてもいや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 って入れてきて、そして日本でこのいう作品が大人気になったっていうわけなの。ところがさ、残念ながらさ、こういう作品描いてもそっちはなかなかやっぱ売れなかったんだね。で結局売れるのはこの夜景と街角と、カフェのシリーズだけだったんだよ。だもんでこの人はそれをやたらめったら描いたんだよ。むちゃくちゃ作品数多いんだよ。夜景だらけやんけみたいな、街角だらけやんけみたいな。そのことで逆に評判落としちゃったの晩年。また夜景だろうみたいな、また街角だろうみたいなことになっちゃったわけ。それで本来自分として評価されたかったこういうシオニズム絵画の方もだね、もうちょっとみんな名前は忘れちゃってるかもしれないけど、あの最初に可愛がってくれてベルリン分離派も立ち上げたマックス・リーバーマン、彼もまたユダヤ系なんだよ。同じような絵をやっぱり描いてるんだよ。これマックス・リーバーマンなんだけど、これサムソンとデリラの物語を現代風に描いてんだよ。サムソンの毛をデリラが色仕掛けで切り落としちゃって、サムソンが力を失うっていう旧約聖書の物語だけどね。だからこっちのこのシオニズム絵画の方でもリーバーマンの影に隠れちゃって2番手扱いだったんだよね。でこのマックス・リーバーマンとの関係がレッサユリにとって一番、まあ、幸運でもあったし不幸でもあった点なんですよ。だけどこのレッサユリは1931年だっけかなに亡くなるんですよ。あの14歳年上のマックス・リーバーマンより4年早く1931年に亡くなるんですよ。でそれが、まあ、この人にとってはある意味幸せで、だからこの人はナチスが政権取るとこ見てないんですよ。ナチスが政権取って自分の作品がいっぱいあるユダヤ美術館が潰されちゃうところを
見ることなく亡くなったんですよ。だけどリーバーマンは、このリーバーマンはその後4年生きちゃうんですよ。でしかもこの人はベルリン芸術院の総裁とかそういう立場になってるわけですよ。そこにナチスが政権取っちゃうわけですよ。で結局その名誉総裁の地位を辞任して、発言発表の機会全部奪われちゃうんですよ。でこの人ものすごい寂しい死に方をするんですよ。そこまで頂点を極めた画家だったのにっていうね。小牧はどっちがいい？どっち？ナチスが政権取るのを知らないまま死んでいくのがいいか、はい、それともそのナチスに一応最後まで歯向かって全てを奪われて、お葬式もすごい人が少なかったそうだよ、うん、そういう死に方すんのと。私は知らないままがいいです。知らないままがいい。まあ、これも こっちも一応マックス・リーバーマン最後に男を見せたわけだけどね、ヒトラーに。そういうことでね、美術を語るというのは間違ってると思いますみたいなこと言って、最後男を見せて死んでった、寂しく死んでったって。それもまた男の死に様なんだけどもさ、まあそれぞれですよ。まあ俺も知らずに死にたい派だから、そういう意味ではまあウリーはまあ幸福だったのかなっていう気もするんだよね。だけどね、今回の来た夜景とか街角を見て感動している人には本当に水差すようで悪いんですけども、ウィキメディアコモンズとかでも検索してみてもらうと分かるんだけど、本当に多いんだよ。みんな似てるんだよ。それでこれポツダム広場だけどさ、他の広場でもどこでもさ、みんなこんな感じなんだよ。で街角、これまあ冬のベルリンなんだけどさ、パリの街角とかもあるけどさ、みんな同じなんだよ。ものすごく多いんだよ。オークションとかにもものすごくよく出てるんだよね。でドイツの大きなオークション会社レンペルツっていうところがあるんだけどさ、レンペルツのオークションを見てみたらさ、もうやっぱりいっぱい出てるんだよ。で比較的ね、最近だとね、これがね2018年時点でね、これがね約1600万円だった。でどの作品見てもこのカフェのやつもあるし、街角のやつもあるんだけど、まあ大きさにもよるんだけど、ほとんどの作品がこの10年ぐらいだと1500万から2000万の間で落札されてた。高いと思う？安いと思います。まあ安くもないけど高くもない ないんだよ。だからそういう感じの扱いなんだよ。そのぐらいのランクの画家の扱いなんだなっていうのは改めて思ったんだけど、それは作品の、質が劣るとかねいうことじゃなくって、書きすぎたんだよ。本当に多いんだよ。それでやっぱりたくさん書くと中にはあんまり良くない、こういうのもあんまり、これなんかもそんな良くないなと思ったんだけど、よく1600万で売れたなと、落ちたなと思ってるぐらい思うぐらいなんだけど、良くない作品も出てきちゃうんだよね。だから売れて人気が出て書きすぎるのも良し悪しだなっていう。でもそれが、ね、100年も経った日本で誰が推薦したわけでもなく人気になったっていうのが面白いなと思うんだけど。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。